じゃない。ピリピタピリカでピリピカヤコです。今日はキミギャルママの私のナイトルーティーンを紹介したいと思います。それではどうぞ。ね、宿題はいつもね、お家にお友達が遊びに来てくれることが多くて、ね、お友達と一緒に宿題を済ましちゃうことも多いんだけど、ね、今日はママと一緒に宿題をします。確かに可愛いよね。可愛い。ピンポングはね、こういうペンケースとかも可愛いね。可愛いのが大好きで、で学校がね楽しくなるようにね、楽しくなるアイテムだよね。はい。じゃあ今から夜ご飯を作っていこうと思います。イエーイ。で今日のメニューはリリピの大好きな。いろいろ野菜スープとかいろいろと作っていこうと思います。じゃあまずはお米を炊いていこうと思います。お米はこのタッパーの中 の中にそうしまって冷蔵庫で保存してます。フィリピはね、お米が大好きでね、ご飯をね1日にね何杯食べるんだろう。でも今日のお昼でご飯3杯だ。ご飯3杯も食べて、夜もね、2杯は食べるよね。できた。じゃあ次はね、次はトウモロコシ。トウモロコシをスチームで温めて、トウモロコシの栄養素をギュッと濃縮させてます。あ、いい感じ。コロッケの種を作っていきます。玉ねぎとひき肉を炒めて味付けをします。玉ねぎを私が炒めていきたいと思います、はい。さっき砂糖と醤油を入れて下味をつけるんだけど、もうちょい追加します。ありがとう。濃いめの味のが好きだからね。だからコロッケにソースかけなくていいんだよね。はい、ナムちゃんのご飯もできました。みんなのご飯も完成したのでいただきます。しましょう。いただきます。しましょう。最大由来完
細胞調整液です。そう、これはね、パパがね経営してる病院の自社製造されてるものなんだけど、精製水に混ぜて溶かしてこうやって塗っていきます。ちょびほちょびっと混ぜて、これでママのお顔に塗りますね。ありがとう、塗ってくれて。唇とかの全部これを塗ってます。ヘアケアです。これはヘアオイル、ママがプロデュースしたエルダーフラワーの香りのヘアオイルです。少量でめっちゃ伸びる。ワンプッシュで左右使えるというコスパの良さ、いい匂いですね。シンプルでいいものだけを使ってる感じです。よろしくあと塗るだけでーす。シャカ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 。絵本はね、ゆうぴが大好きで、ちっちゃい時からね、すごいいっぱいね、読んだ絵本たちだよね。ね、ちっちゃい時はママがリリピに全部読んであげてたけど、今はね、自分でも読めるから。読めないんですよ。ね、読むのも好き。すごい楽しい。読むのも好きだし、聞くのも好きだよね。良い明日のピクニックだね。ファンファン、ベアード、シーバ、モコ、ラフィーは未来のアニマルバス。明日はみんなでピクニックに行く約束です。リリピは寝るのがだいたい遅くて、体力がね、もうちっちゃい時からそうなの。2歳前からお昼寝は一切しない。夜も寝るのがめっちゃ遅い。どんだけでも起きてられるぐらい体力が有り余ってるよね。せーの、リリピ。